夜中の1時半、やっとカズ君沈没しました。まるで天使ですね。今日はかなりハッスルしましたから、もう爆睡でございます。寝息を立てております。どんな夢を見てるのかな。4歳になって1時間半経ちました。これからどんな地球になってくるのか、この子供たちがどんな世界になってくるのか、いい夢を見てください。おやすみ。